さあ続いては、去年の暮れ大荒れに荒れました角界はいよいよ2日後に初場所を迎えます。大怪我を負った貴ノ岩関はどうなったのか、セクハラ問題が発覚した立行司はどうなるのか、いろんな意味で注目される初場所なんですが、見どころと裏側徹底解剖です。あさってから始まる大相撲初場所、現在こちら両国国技館の中で編成会議が開かれており、その取り組みが決まります。三横綱など注目力士の対戦相手は一体誰になるのでしょうか。午前9時から始まった取組編成会議、そこで決まった初場所の構図、三横綱の初日のお相手など注目の取組は、まずは2場所連続41度目の優勝を目指す大横綱白鵬は小結大野翔と、一方すでに4場所連続休場、今回進退もかかる鶴竜のお相手は八角部屋の前頭北勝富士。そしてこちらも休場続き、再起の初場所となる日本人横綱稀勢の里の初日は、棚部屋の恥にならないように頑張りたいと思います。あの貴乃花親方が手塩にかけ育てた秘蔵っ子、貴乃花部屋で初の三役、小結に昇進したばかりの貴景勝、果たしてどんな取り組みを見せるのか。そんな中懸念されていたのが、元横綱春馬富士による傷害事件の被害者となった貴ノ岩の動き。事件後は公の場に姿を現さず、本場所や巡業を休場し続けていたが、貴ノ岩が1月場所全休だったとしても、3月場所は十両の最下位にとどめることにしようと、相撲協会は貴ノ岩が初場所を全休しても十両に残留させる特別救済措置を決定。その条件は今日の取組編成会議までに診断書を提出することだったが、注目された貴ノ岩関ですが、今回の初場所も休場が決まりました。条件とされていた診断書はすでに提出されたということです。診断書が提出され、初場所休場が決定。記されていた病名は頭部外傷など。繰り返す頭部打撲は慢性硬膜下血腫発症の危険性を増すため、受傷後およそ3ヶ月程度は頭部打撲を避ける必要があり、1月の就業は困難であると考えるという医師からの指摘も。これで2場所連続での休場決定。果たして貴ノ岩はいつ土俵に復帰できるのだろうか。春の富士が引退し、横綱3人で迎える初場所、まあ、いよいよ始まるかなというふうに思いますね、はい、しっかり初日相撲取りにまた挑戦していくわけですね、はい、横綱が一人減って、今回初め3人での横綱となりますけど、盛り上げていきたいとか、どういう思いあれば教えてください。一生懸命やるだけです、はい、そして横綱白鵬は、体も調子ないか不安なこととかというものはないですか。まあ、いろいろね、こう感慨深いもありますけど、まあ、その辺しっかりこう認識して、やっていきたいなと思いますけど、はい、さらに別のある問題も注目されている。行司は式守伊之助であります。第40代式守伊之助、行司の最高位である立行司に持ち上がったのは、若手男性行司へのセクハラ行為。相撲協会によると、伊之助は去年の九州巡業の際、宿泊先のホテルで泥酔し、10代の男性行司にキスをしたり胸を触ったりするなどのセクハラ行為をしたという。協会の危機管理委員会の聞き取りに伊之助は、泥酔していたので覚えていない、自分は男色の趣味はないので、なぜこのようなことをしたのかわからない。所属する宮城野部屋の宮城野親方は、誠に申し訳ありませんでした、
普段はあれなんですけど、酒飲むとちょっと同じ宮城野部屋の横綱白鵬も今回セクハラ問題がありましたけども、はい、同じ部屋としてどう受け止めますか。そういう趣味はないと思いますけどね。まあ酒好きですからね。相撲協会は明日臨時理事会を開き、式守伊之助に対する処分を検討する方針だという。新年の初め、新たな気持ちで迎える初場所。しかし過去にも初場所をめぐり様々な名と案があった。おととし初場所、列島が歓喜に沸いた。ついに念願の初優勝を果たしました琴奨菊関、満面の笑みですね。大変な歓声、ものすごい人です。琴奨菊が日本出身力士10年ぶりの優勝という快挙を達成。いろんなメディアに取り上げられて、新聞でもまだ見てないんですけども、若い衆に全紙買っといてっつってもう本当にこうね、嬉しいですね。そして去年の初場所といえば、当時大関だった稀勢の里が14勝1敗で見事優勝。場所後には日本出身力士として実に19年ぶりの横綱昇進を果たした。横綱78年を昇進いたします。本日はありがとうございました。出来はどうだったんでしょう。ちょっと勘弁します。一方、初場所を新横綱として迎えた力士にはつい力が入りすぎたのか、こんなケースもあった。今後も不撓不屈の精神で力士として相撲道に不釈神明を貫く所存でございます。1994年の9月11月と2場所連続全勝優勝を果たす無敵の快進撃。1995年の初場所に新横綱として臨んだ貴乃花だったが、初日にまさかの黒星。緊張感はいつも通り、硬くなったという意識もなかった。取り組み後こう話した貴乃花だったが、その後は本来の強さを発揮し13勝2敗で優勝を果たした。またあの事件も初場所中に起きていた。皆様に大変ご迷惑かけ、また日本相撲協会にも大変ご迷惑かけ、報道にもね、大変お騒がしい、そういう意味で私はこの責任を持って、本日は引退をしました。